大地震発生時に開設される避難所は、自宅の倒壊や焼失等により避難を余儀なくされた区民の生活の場になります。そのため過去の災害の教訓からも、避難された方々が協力しながら避難所を開設・運営することが大変重要です。そこで区では、住民による避難所運営委員会で避難所の開設・運営ができるよう、手順をマニュアル化した避難所運営キットを導入しました。この動画では避難所運営キットの内容や活用方法について解説します。避難所運営キットには8つの局面に分類したクリアケースが収納されています。各クリアケースには手順書や図面、掲示物などが入っており、手順書通りに対応すれば避難所の開設・運営を進めることが可能となっています。それでは各ケースの具体的な活用方法について確認しましょう。施設の安全点検の手順についてご説明します。この作業は避難所に集まった運営委員全員で対応します。ケース内に入っている安全点検表、鍵の開閉手順の図面を活用して避難スペース等の安全点検を全員で行います。1階から4階までの各フロアに分かれて確認していただきたいと思います。それを確認し、リーダーの方に報告してください。そしてリーダーはキットの中にある安全点検表にその報告内容を記録するようにしてください。廊下、あ、ここに今、はい、はい、使用不可の避難スペースについては、キットに入っているテープなどを用いて立ち入り禁止にします。またトイレについても、排便袋が配備できるまで立ち入り禁止とします。